疲れ様です。お疲れ様です。今日はいつもと違う放置アイドルの始まり方ですけども、はい、この前 の、はい、新メンバースペシャルの収録で、はいはい、徳井さんが言ってたことって、はい、覚えてます？あ、私いらないみたいな言われましたよね、なんか。そうですね、徳井さんはバラエティといえばもう今はサバのさん、はい、私徳井さんのお墨付きなんで、ちょっともう麦茶さんはおかしいんだよね、うん、ということで対決企画を実施。シャニパレが誇るトレ高モンスター、麦茶。トレ高です。得意も認めた超新星沢野。いやいや、別々の場所に放置された2人が送られてくる写真の場所を捜索、先にたどり着いた者が勝利となる特別編。軍資金は5,000円。今回勝者にはご褒美が。あ、写真届いた。え？何これ？店内？これ何？うなぎかな。送られてきたのはおしゃれな店内写真。ヒントはこのうなぎ。でもさ、名古屋と言ったらうなぎじゃん。ひつまぶし有名だからさ、うなぎ屋なんてどこにでもあるのよ。とりあえず名古屋港にせっかく来たんで、海の方にね、向かいたいと思います。海にヒントがあるかもしれないしね。うなぎが取れるのは海だからね。そう、絶対に沢野より先に見つける。そして沢野よりトレ高を取る。負けてたまるか。まあね、麦さんは今頃トレ高を考えてると思うので、沢野は早くゴールしたいと思います。一方の麦茶は、これがトレ高です。でで、綺麗な海。トレ高王はこの私だ。海の絵も撮れたところで、ここらで聞き込みをしたいと思います。やっぱり大事だからね、聞き込みは。すみません、中京テレビのシャニムニロックという番組なんですけど、ちょっと聞きたいことあるんですけど、いいですか？いいですか？場所を探してるんですけど、うなぎ屋さんでここ知ってたりしますか？なんかおしゃれそうなうなぎ屋さん、多分ここら辺だと思うんですけど。大阪から来たんです。あ、大阪から。そりゃわからないですね。すみません、ここのうなぎ屋さんってどこか分かったりしますか？わかんない。ここら辺にうなぎ屋さんってあったりします？港キリンっていうところはあるけど。港キリン、そこはうなぎだけじゃないから、ね、ああ、こういう店内ではないです。ではないです、ね、ああ、なるほど。ありがとうございます、お時間いただいてありがとうございました。なかなか聞いてもわかんないよね、やっぱり。お店の内装でわかる人なんていないよ。その頃、星ヶ丘で捜索中の沢野は、今このうなぎ屋さんを探してて。この場所はちょっと知らないです。ありがとうございます。すいません。沢野も麦茶同様苦戦中。これさ、画像がちっちゃいのもな、沢野問題だと思うんだよね。じゃーん、声かけたくない？こんなん持ってたら気になるじゃん。よさげじゃないです。
今この場所を探してて、はい、ここって見たことあったりしませんか？ちょっとわかんないです、ね、ありがとうございます。すいません、わかんないって、やばいよ。取れたか、取れたか。取れ高です。これは沢野を越えれたのか。越えたと信じています。地下鉄で栄とか人通りの多いところまで行って、ちょっと聞き込みをしつつ取れ高を狙っていきたいと思います。名古屋港から人の多い栄に移動。